everyday moments are the important moments that connect us. Kia ora koea. みなさんこんばんは。午後10時になりました。名古屋にあるダンスタウンスタジオから旧名古屋をお送りいたします。では自己紹介しますね。今日も顔の油たっぷりの滑り王子マスクマンです。はい、お隣。はい、読谷から帰ってきました。名古屋寒いよ、味噌煮込み好きです。はい、同じく読谷から帰ってきました。朝の起きるのが大変だったダンサーズでございます。はい、以上の3人でお届けします。はい、今日のテーマは動物、ペット。はい、今日のテーマは動物、ペットです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトリスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州、沖縄から FM ギノワンを選択してください。そして今日は名古屋は栄養コーナーがあります。このコーナーは名古屋をはじめとする愛知、岐阜、三重についての魅力を紹介するコーナーです。22時18分頃からとなります。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇、首里、中村製菓、フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、こちらの提供でお送りいたします。キユナ名古屋。はい、ですね、先週のですね、お酒のテーマでね、いただいてるものがまだありましたので、ね、お読みしたいと思います。はい、お願いします。お願いします。ですね、進撃のめいちゃんからですね、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ダンさんとみそ、みこみさんとマスクさん、おめでとうございます。本年もぜひよろしくお願いいたします。めいちゃんでございます。ではでは、お酒ってことで、お酒で今飲みたいのはこの二つですね。あまり酔いつぶれたくない。甘くて美味しいのが最近好みです。ではでは本年もラジオの電波とお会いできたときはよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あんまりお酒飲みすぎないように。はい。よくツイッターで拝見しております。はい。ではでは行きますね。お酒のテーマでまだまだあります。はい、モーラです。テーマこんばんは。テーマお酒。昔は底なしでした。若い頃飲みすぎたせいか中年になったら飲めなくなり、最近では 2,3 杯飲んだら眠たくなります。それでは今年よろしくお願いいたします、ということでした。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。で、ちょっとね、元旦の日に横田さんの生放送見に行きましたっていうことでね、お便りもいただいております。はい。もう一つ、もう一ついっていいですか？はい、どうぞ。件名がね、酒というよりウイスキーってなっています。はい。ラジオネーム、フルムン新一です。酒といえば、泡盛も良いですが、つい、シングルモルトウイスキーに行ってしまいます。先輩にモルトの飲み方を教えてもらって以来ハマりっぱなしです。でも、ここ数年はウイスキーも価格高騰や在庫数減少ですっかり入手困難になりました。それで僕の最近のお気に入りはモルトではなくブレンディ
ブレンディッドのシーバスリーガル水なら日本限定発売で、通常のシーバスより飲みやすく、モルト枯渇状態を慰めるには十分な美味しさです。超おすすめ。では最後まで楽しく聞いています。あの今この国産のですね、はい、ウイスキーがものすごく人気があってですね、はい、あの品薄状態、ね、私もあの製造中止になるような感じですね。ああありましたね、製造中止になった銘柄もね、あのこの前発表されてましたよね。またねそうなるとね、あのプレミア価格がついて高くなっちゃいますよ。うんですね、はい、そう、新一さん、古文新一さんと実はですね、こうね、ダンサーズとともにウイスキーでね、はい、本当にあの、うん、ウイスキーのウイスキー愛が伝わりましたね。そうですね。読みたいに行った時にね、一緒に飲みまして、はい、ウイスキーについて熱く語って、熱く語ってウイスキーも飲みました。はい、結構飲みましたね。はい。はい、ということでお酒の先週のねテーマでは以上です。はい。はい、では今週のテーマはペットでいきますか。そうですね、はい。はい。ハイタイ名古屋チームの皆さんこんばんは。遠藤は3連勝、アレックスはバレンショ、ジャガイモ、アレックスさんですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さて、うちの家には4匹猫がいますよ。全員保護猫です。猫派ですが犬も大好きです。皆さんは猫新聞って知ってますか。創立25年で有名人がコラムを書いています。購買にお金がかかりますがおすすめですよ。あー、これは全国的にある新聞なんですかね、あの猫新聞っていうのは。おー、新聞もあるんですね。なんかあの猫の手帳っていう雑誌も昔ありました。今もあるのかな、うん、ありますけど、あの、ね、よく、猫探してますとかね、うん、ありましたね。そういう、チラシじゃないですけどね。それはよく入ってきますけどね。うん。あれですね。多分きっと猫に特化したそういう新聞なんですよね、きっとね。そうですね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。では、いきますね。今年は初めて投稿します。なので、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。アンサー2かな？あれ、アンケートみたいになってる。ね、猫が大好きです。ラジオネームは名越マナーさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。猫のエピソードはたくさんありすぎて書いたら小説になるので、前に書いたものありますよ、今度読んでくださいね。人間みたいな猫を飼っていました。そして迷い猫になり1年もかけて帰ってきた猫も、これから飼いたいと思っても動物が長生きしそうなので、そんなことないと思いますよ。見るだけで満足していきましょうね。でも人間は犬みたいな人が好きかも、笑い。それではまたです、ということで、はい、人はちょっと犬っていう犬のような感じの性格の人がいいですね。いや、犬の性格ってなんて言ったらいいんだろう。で、自由気ままよりも、はい、で、なんか忠実な人ってことですよね、きっとね。吠えるっていうことですか。あれ、そう。はい、ということですね。はい、なんか小説になるので、前に書いたものもありますよってことは、なんか猫に関する小説書かれてたんですよね、きっとね。気になります。あ、そうです。はい。はい、じゃあ、続いてですね。ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。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 おばあからもらったプライベートジェットです。本日のテーマ、はい、ありがとうございます。動物ペット、私のお気に入りは、横浜市金沢区にある金沢動物園のカンガルーです。数年前にリニューアルされて、大カンガルーの展示場の中を通り抜けることができるようになりました。柵もなくて手が届く位置にカンガルーがいます。タイミングが良いと目の前をカンガルーが駆け抜けていったりもしますよ。なかなかの迫力で楽しい空間です。久しぶりに行ってみたくなりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかね、あんまり目の前にいるとね、王子怖くなっちゃうんだよね。動物？なんかね、迫力ありすぎるとね、うん、ちょっとね、ビビるところがありますからね。今でも結構すごく、なんで、臨場感があるっていうかね、すごい展示の仕方もいろいろ工夫されてて、ね、うん、本当に近くにいる感覚でね、はい、っていうところが結構いっぱいありますよね。だからね、子供さんたちはね、喜ぶんじゃないですかね。で、王子は？ビビる。そうなのね。はい。では行きます。はい。はい。
こんばんは、お久しぶりです。ラジオネーム、チムニシークワーサーです。あ、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。ありがとうございます。僕は子供の頃、犬、猫、鶏、インコ、熱帯魚、ハムスターなど飼っていました。と言いつつも、途中から親に任せっきりになってました。あるあるですね。はい。はい。でも、今は、六本足のペットを僕自身がしっかり面倒を見ています。六本足？ああ、なるほど。今、飼っているのは、オオクワガタの成虫、タウルス、ヒラタ、クワガタの成虫、そしてヘラクレス、オオカブトの幼虫などです。なぜか妻にはその存在が見えていないようですが、ペットたちが一生懸命生きている姿を通して生きる勇気が湧いてきます。ということでした。ありがとうございます。ありがとうございます。奥さんはきっとあまり昆虫がお好きじゃないんでしょうかね。そうなんですね。見えてないということで。そうですよね。ね。ツイキャスでもね、いろいろいただいておりますよ。ペットに関することで、はい、セクシーキリカブの海遊さんからです、はい。山口からお邪魔しました。はい、ペット、ウサギを2度飼いましたが、2度とも野良犬にごっくんちょされちゃいました。それからペットは飼っておりません。ほう。あ、すごい。野良犬が食べちゃう。食べちゃった。あ、びっくりですね。怖い。嫌ですよね。自分が飼っているのがね。はい。大城智也さん、はい、ありがとうございます。自分は犬を飼ってました、はい、ということです。ああ、そうなんですね、はい。はい。はい。はい、続いてですね。はい。ハイサイダンサーズさん、ミソネコミスキーさん、滑りまくりの王子マスクマン。滑りまくりなの、ね、まくり。滑ってる？うん、滑ってる。滑ってる。自覚がないね。はい。そうだね。南国口縄から、グブリーサビラ、裏沿いのしんちゃん、今週のテーマ、ペット。今飼ってるのは、デイジーウーマックのマヤー、はい。ウーマックのマヤー。うん、合ってる合ってる。ワンパク猫の名前は、マロンちゃんがいますよ。はい、まだよちよち歩きの時から飼っていますね。以前は私が好きだったため、息子も好きになって熱帯魚を飼っていたけど、息子は手入れはしないのは、餌を与えすぎたりして全滅したため飼うのをやめてしまいました。水槽だけはまだありますよ。今年もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。沖縄にワンチュールさんからツイキャスでね、雑誌にも犬の気持ち、猫の気持ち、ともにベネッセコーポレーションって書いてますの格好っていうのがありますねっていうことで、はい、あの新聞の他にねそういう専門の雑誌もあるということで、あ、大賀力持さんからちょっとメッセージいただいてます、うん、はい、ツイキャスで、こんばんは、青森からツイキャス見てます。ダンさんとみそちゃん、この間の読谷のラジオ出演おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ご覧になってたんですね。で、はい、読谷に行った時に読谷 FM 読谷のねフルムーンジョーグレディオショーで出演させていただいて、はい、はい、では CM 行きますか。 CM ですね。はい、はい、建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、052-653-0071までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。アルゼンチンから来日して16年、ふるさとのことを思い出しながら日本で楽しいことや苦しいことを経験する中、素敵な曲と出会いました。大城バネサが歌いたかった10曲をこのアルバムに。大城バネサ初のカバーアルバム The Covers 好評発売中。キユナゴヤ。
名古屋は栄養コーナーです。今日は、動物ペットということで、東山動植物園名古屋市にあります紹介したいと思います。東山動物植物園というと最近話題、ちょっと前ですかね、話題になったのはイケメンゴリラのシャバーニ君が有名ですけれども、西ローランドゴリラのシャバーニ君なんですけど、実は写真集もね出しています。そしてまあ、ゴリラの、そうです、ゴリラの前にはね、割とかなり有名になったのはやっぱりコアラですね。あ、コアラ有名です ね、はい、ね、もちろんドラゴンズのキャラクターにもなっておりますけれども、うん、はい、はい、今10頭おりましてですね、まあ、1984年にコロコロとモクモクという名前でね、2頭のコアラが来て、もう今来園35周年ということで、ね、つい、平成30年にはね、ななみちゃんという、まあ、みんな多分公募で付けられてるんですけれども、最近は。また去年、昨年の8月にはね、まあ、名前が付けられて、キララちゃんということで、今一番新しいのはキララちゃんかな。コアラもね、どんどん、生まれて世代が変わって、でも、ね、まあ、歴代63頭ということで、最近はね、缶バッジも発売されまして、ガチャガチャで、缶バッジが売ってるということで、そのね、コアラの歴史がわかる缶バッジということで、もし東山動植物園に行かれたら、ちょっとガチャガチャもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。2020年の3月31日まで、やっているそうです。で、その他にはですね、世界のメダカ館という、ね、メダカに特化した展示がコーナーがあったりとかもします。はい。はい。そして、まあ、開園時間は、午前9時から午後4時50分までで、入場料は大人500円。ただし、中学生以下は無料ですのでね、ね、家族連れには嬉しいということで。あ、いいですね。はい。はい、そうですね。それ、月曜日はお休みです。はい。ただし、月曜日が祝日、振り替え休日の時のは、翌日が休日になります。だから今日はお休みだったんですね。あ、そうなんですね。あと、12月29日から1月1日もお休みですので、それ以外に行かれてみてはどうでしょうか。はい、地下鉄、東山線、東山公園下車、徒歩3分です。ああ、すごく近いですね。ね、はい。また名古屋に、お越しの際は、東山動植物園もイケメンゴリラに会ったり、コアラを見たりして楽しんではいかがでしょうか。はい。はい。ということで、名古屋は栄養コーナーでした。キユナ名古屋。はい、ツイキャスでもいただいております、バーモントさんから、東山動植物園にはちょうど1年前に仲間とお邪魔しました。シャッバーにかっこよかったって。おー、そうなんですね。はい。私、まだイケメンゴリラにお会いしたことないわ。そうですね。でもやっぱりね、人間に近い顔っていうんですかね。まあ、写真見たらやっぱりかっこいいですね。凛々しい顔してるから ね、うん。王子も負けそう。あれ、王子対抗してた、シャバーに。それはもう何でも対抗しますよ。お黙り。はい。ということで、メール言っていいですか？はい、どうぞ。はい。はい、ラジオネーム、読谷のエイリー金魚さんからです。ありがとうございます。こんばんは。はい、こんばんは。ありがとうございます。お会いしましたね。はい。はい。そうですね。はい。はい、こんばんは。読谷村に来てくれてありがとうね。こちらこそありがとうございます。私は無類の猿好きです。たまに猿を観察に一人で出かけます。その日も動物園のチンパン君をずっと観察していました。しかし彼はいくら私が声をかけても話しかけても全く私の存在は無視でした。ところが30代前半であろう二人の女性が通りかかった途端、彼は突然ガッと
立ち上がり、ほっほっと大声を立てて、まるで、へい、彼女たち、俺様を見ろよとばかりに、女性3人に猛アピールを始めたのです。さっさと通り過ぎようとしていたその女性たちも、チンパン君の猛アピールににっこり笑っていました。何この差は。出しているホルモンの量の違い同じ入場料払っているのに。つか、チンパンも美人とかわかるんでしょうかね。しかも30代前半って結構女性としても売れる頃なのか。何かチンパンくんは感じたんでしょうね。おばあに差し掛かろうとするエイリーにはそれが足りなかったんでしょうね。私は寂しく動物園を後にしましたとさ、泣く。じゃ、読谷に来てね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ね、私たちがね、こう、シャバーニ君がかっこいいっていうのと同じで、多分、チンパン君もわかるんでしょうね。ナンパしてたんですね。まあ、そうだね。はい。はい、続いてですね。はい。ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、そして滑りおじさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。読谷から、フリムイカリです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ、ペット。私が中学生の頃、メス猫を飼ったことがあります。当時団地の3階で生活していて、黙って飼っておりました。どういうわけか、3階の我が家のドアを爪でガリガリやっていた迷い猫でした。子猫で可愛かったので、試しに3日間のつもりが、事情が湧いてしまい、ズルズルと数ヶ月飼ってしまいましたよ。その間、外に出たがっていたことがあり、団地上に一度出たら帰ってこれないだろうと思い、出さないようにしていました。しかし、飛び出し家で、閉めていたら、その日の夜遅く、諦めていたら、その日の夜遅く、ごめん。閉めていたら、諦めていたらっていう感じだったのね。ごめんなさい。おーじー。気を取り直して、はい兄が猫を連れて帰宅。兄曰く、我が家の団地3階の真下の階の部屋のドアをガリガリと、爪を立てて、開けて開けてとしていたとのこと。その猫の仕草に愛おしく感じたものです。しかし2回目の飛び出し、家出の後、前回と同じような帰宅の仕方を期待していたのですが、そのまま帰らぬ結果となってしまいました。非常に寂しい内容ですみません。また長くなってすみません。では、番組最後まで頑張ってください。ありがとうございます。その団地で思い出したんですけど、私も小さい頃団地に住んでて、まあ、野良猫ちゃんが住み着いたんですけど、いつもうちの玄関の前で待つんですけど、団地って扉同じじゃないですか。はいはい。で、すごい頑固おじちゃんの家の前に、たまに間違えて座って、水かけられるんですよね。あら、かわいそう。そう、だから、扉が同じ形だから、猫一つ、隣の方のところで待ってて、ね、ちょっと同じ階段で同じドアだからきっと間違えちゃうんでしょうね。だからきっとそれで同じ感じで下の階で待ってたりとかするんでしょうね。まあ間違いはありますよね。猫はマーキングしないんですかね。一度行ったら自分の匂いがついてるとかっていうのはあんまり感じないのですかね。けど、どうしたんでしょうね。やっぱりこう見た感じが一緒だからもう信じてるのかもしれないですね。あ、そうですね。あ、そうそう、ミヤさんからね、ツイキャスでいただいてるんですけれども、はい、どっか行っちゃったかな。あ、そうそう、はい。先月末に亡くなりましたが、ウサギ飼ってました。10年前に保護施設から譲り受けた捨てウサギちゃんでした。捨て犬、捨て猫だけじゃなく、捨てウサギちゃんもいます。一度迎えたら最後までちゃんと育ててね、ということで。いや、そうですね。ね、そう。やはりね、命あるものですから、うん、最後までしっかりと、ね。そうですね。面倒見てあげたい。ペットがね、多様化してる分だけ、やっぱりそれ、うん、飼いきれなくなってね、捨てちゃったりとか結構ね、沖縄でも、はい、ね、ヤンバルの方にね、捨てて、それがまた外来生物としてね、うん、従来の生物を脅かしたりとか、うん、そういうこともありますので、やっぱり、そうですね。ね、責任持って最後まで飼うっていうのはすごく大事なことですよね。うん、はい。はい。あ、そしてね、はい、オープニングの方になるんですけれども、うん、はい。
後ろのツイキャス見てる方わかるんですけれども、ミネラルミラクルさんから、はい、ダンサーズスタジオの後ろに連れてって麦ちゃんとクイナちゃんがいるということで、はい、気づいてくれたんだ、嬉しいな。そうですね。そうですね。はい。ちょこっとね、毎週少し、追加して見てる方は分かるんですけど、はい、ほんの少しテーマに寄り添った飾り付けをしてます。一つちょっとこのバラを持った人はねちょっと違いますけども、毎週いるよね。毎週いるよね、うん、はい。いや、そんなことないよ。クリスマスバージョンだったりね、ちょっと変えたりするんですよ。でも、はい、人物は変わらないっていうね。ね、はい。あと、トコナスウコンさん、はい、こんばんは。動物見るのは好きなんだけど、触るのは苦手です。ああ、なんかね、わかりますね。あら、うん、そうなんですね。まあ、動物飼ってないとね、なかなかこう触りづらいっていう、その、うん、まあ、先入観もいろいろあると思うんですけど、うん、うん。なんかね、触りづらいっていう、こう、汚いとかじゃないですよ。なんか触りづらいっていう、もうそれこそピクッとすると、自分までピクッとしちゃうっていうね、うん、そういう感覚もありますので、ね。王子昔そうでしたからね、ちっちゃい時は。王子は動物は得意なの？あまり得意じゃないです。僕も、王子の系には、犬がいましたけど、はい。うん。まあ、それぐらいですね。うん。あれ、犬飼ってたのに犬得意じゃないってこと？うん。まあ、どういうことそれ？そんなに可愛い可愛いってあまりできないっていうか、まあ、普通の飼い方ですね。うん、はい。うん、はい。そらしろばさん。後ろの写真は捨てられた動物。この人、捨てられたっていうより。いや、今保護してます、保護してます。まあ、可愛がってやってますね。はい。ということは、檻の中ってこと？はい。だんだんなんかコメントがとっちらかってきたね。はい。はい。ね、はい、一つだけ、ちょっとまだ時間あるかな。はい、先ほどのね、東山動植物園の話ですけども、はい、あそこに池あるじゃないですか。ありますね。あ、はい、で、あそこの池のね、ボートにカップルで乗ると別れるっていうジンクスがあるっていうの知ってます？はい、あ、知ってるけど、昔から、ね。それさ、テーマになんか関係あった今。だけど、テーマとは関係ないんですか？ね、うん。で、ちょっとそれを、ね、お話したかったな。ふざけるなー！そろそろエンディングいっていいですか？はい。もうエンディングですか？もうエンディングの時間ですよ。はい。はい。はい、はい、エンディングお願いします。はい、エンディングです。来週のテーマは料理。はい、好きな料理、私の得意料理などいろいろ料理にまつわること何でもお待ちしております。はい、よろしくお願いいたします。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ、絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、こちらの提供でお送りいたしました。はい。はい、今日もツイキャスもメールもありがとうございました。ありがとうございました。北海道のじゅんちゃんさんありがとうございます。シュプリームさんこんばんは。木曜日から沖縄行ってて今日東京に戻りましたということでした。沖縄にあんちゅうさんもありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。小川力持ちさん、ありがとうございます。小川力持ちさん、ありがとうございます。人間の子供もしっかり育てないとダメですね、ということで。そうだよ。そうです。はい。はい、それでは。はい。これで本当に終わりなの？うん、終わり。終わり。じゃあ、今日も、閉店、ガラガラ。お、今日は最後まで。最後まで。最後まで。